コロナ禍でおうち時間が増えていることもあり、ダニの被害を気にする人が増えているといいます。蒸し暑くなるこれからの季節はより注意が必要です。効果的なダニ対策を虫ケア用品大手のアース製薬に伺いました。家庭で増えやすいダニは表皮ダニ、粉ダニ、爪ダニなどが多く、表皮ダニは温度20度から30度、湿度 60% から 80% でよく繁殖するため、ジメジメした下梅雨から蒸し暑い夏にかけてはダニが増えやすい条件が揃ってしまうといいます。また表皮ダニが増えれば、それを餌とする爪ダニも増えやすくなるため注意が必要です。そして困ったことに、ダニは夜間に活動することが多いため、寝ている間に刺されてしまいます。表皮ダニ類は明るい昼間は光などを避けてカーペットや畳の奥に潜んでいて、暗くなってくると表面に出てきます。爪ダニも夜に出てきて人を刺すことがあるそうです。カーペットや畳で繁殖しやすい爪ダニに刺された場合は、1日2日してから赤く腫れたり痒みが出ることもあります。ダニはアレルギーの原因になるなど、増えると健康被害を及ぼす可能性があるため、日頃から意識して駆除することが必要です。ダニ対策には、まずできるだけダニの好む条件を減らしましょう。部屋の換気を良くして湿度を下げます。布団は天日干しにしたり、カーペットのある部屋に風を通すなど心がけましょう。ダニやダニの死骸、糞をできる限り減らすため、寝具類はこまめに洗濯し、床は掃除機を丁寧にかけたり、水拭きなどがおすすめです。これらの対策とともに、燻煙剤などの駆除剤を使用するのも効果的です。今はスプレー剤やポンプ剤、置くだけでダニを捕獲できる粘着シートなど様々なものがありますので、ご自身の生活に合ったものを選んで対策をしてください。